こんにちは。サンドの撮影よりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。今回は特撮の傑作コラ画像の第4弾ということで、引き続き特撮関連のコラ画像について、私の個人的なお気に入りを紹介していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。君の瞳にデンジャラスゾンビ。仮面ライダーエグゼイドのゲームことダン・クロトといえば、作中での二転三転する立場や、顔芸などの気候ぶり、中の人も含めたスター性などから、放送当時から現在に至るまで、本作を代表する人気キャラの座に居座り続けていますが、これまでに無数に作られたクロトコラの中でも、特に印象的だったのがこちらの画像。漫画誌の表紙を模したグラビア風のコラ画像なのですが、これの何が面白いかというと、当時、本物の週刊ヤングジャンプにて、ポッピー役松田るかさんのグラビアが表紙を飾っており、本作のガシャット名をもじって、君の瞳にときめきクライシスという煽り文が付けられていたことが、まず背景にあるんですよね。それを踏まえた上で、作中のクロトの反乱シーンを持ってきて、ときめきクライシスの箇所を彼のガシャット名のデンジャラスゾンビに置き換え、君の瞳にデンジャラスゾンビという意味不明な煽り文にしているのが、シュールな笑いどころというわけです。よく見ると、仮面ライダーエグゼイドのめちゃかわヒロインと書いてあったところも、わざわざめちゃかわラスボスに差し替えてあるという芸コマですね。いやー、君の瞳にときめきクライシスは、まだグラビアのフレーズとして理解できますが、君の瞳にデンジャラスゾンビは、マジで何がなんだかわからない。完全に元のグラビアを知っていること前提の笑いで、こういうの個人的に好きなんですよ。ちなみにちょっと宣伝ですが、ツイッターではおなじみのうちの具体が、先日よりサブチャンネルへの出演を開始しています。直近では、私とのコラボで、九段のダンクロとの変身するゲームをネタにした、こち亀の全部同じじゃないですか、のパロディ動画なんかも出していますので、興味のある方は、ぜひサブチャンネルの方も覗いてみてください。ところで話戻って、元の紙面を知っていること前提のコラ画像といえば、電王の放送開始と前後して出回ったこのクワガタイマジンも懐かしいですね。こちらは当時の児童誌の紙面の敵イマジンの説明に関するページを凝らしたもので、あの頃よく言われていた小田切氏がクーガを黒歴史にしているという都市伝説をイマジンとの契約と絡めてネタにした一枚でした。なお実際には小田切さんがクーガへの出演歴を隠しているということはなく、キャストの同窓会や結婚式にも参加したり、高寺プロデューサーのラジオにゲスト出演したり、近年では一条さん役の桂山慎吾さんとドラマで再会してサムズアップポーズのツーショットを撮るなどしていました。もしかしたら電王が歴史改変を防いでくれたのかもしれません。ナゴサンドビスケット。平成ライダーネタキャラ四天王の一人にも数えられる牙のナゴさんもまた、後輩のダンクロトに勝るとも劣らないコラ画像の宝庫ですが、中でもインパクト抜群だったのがこちらのナゴサンドビスケット。有名なグリコのビスコクリームサンドビスケットのパッケージに、ナゴさんの顔を凝らしたものであり、よく見ると、ビスケットの部分も、戦ナックルになっています。ビスコの代名詞の、美味しくて強くなる、のキャッチコピーが、牙よりも強くなる、となっているのも、じわじわきますね。ちなみに、ナゴさんといえば、戦の専用バイク、戦利用のスペックに、最高時速 753km とか書いてありますが、これはコラではなく、公式の設定です。また、AKB の渡辺真由さんが、ナゴさんシャツを着ている画像も有名ですが、これもコラではなく、オタクとしても知られる彼女が、とあるイベントのリハーサルで、本当に着ていたものですね。どいつもこいつも公式が病気か？まゆゆ、今どこで何してるんでしょうね。宇宙兄弟。こちらは、一発ネタというか、なんというか、宇宙兄弟の実写映画化が話題になっていた頃に、投下されたものだと思いますが、宇宙鉄人兄弟のタイトルロゴを削って、宇宙兄弟にしているという、特筆すべきこともなき一枚です。ちょうど同じ頃には、フォーゼの劇場版でも宇宙鉄人が出てきて、兄弟に注目が集まっていた時期だったと言えるかもしれません。ちなみに先日、情報もトムの動画でも述べましたが、この手のタイトルロゴ系のコラ画像で、私が昔見たものに、ア・カゲスターのタイトルロゴの頂上の影絵を、超精神グランセイザーのセイザーレムルズに差し替えて、電通院先生の外科医にちなんで、タイトルをザ・外科スターにしたものがありました。当時どこかの掲示板で見て、保存しそびれてしまい、ずっと探しているのですが、未だに見つからないんですよね。現物が出てくれば、ぜひこのシリーズで紹介したいので、もし当時の画像をお持ちの方がいれば、ツイッターなどでご連絡いただければ幸いです。レッドマンさん、ハヌマ
ーンさん、少し前までのウルトラシリーズでは複数の先輩ウルトラマンの力を組み合わせて変身する、いわゆるオカリシマス系のタイプチェンジが毎年のように採用されていましたが、多くの方にとって最も馴染み深いのはやはり元祖のオーブじゃないでしょうか。オカリシマス系変身という呼び方自体、ガイさんの決め台詞が由来ですからね。このオーブのフュージョンアップについては多くの派生ネタが生み出されていますが、特に有名なのはこちらのレッドマンさんとハヌマーンさんの力をお借りするコラ画像。赤いアイツことレッドマンといえば怪獣への殺意の高さで知られる名物キャラであり、片やハヌマーンといえば以前特撮の黒歴史解説でも取り上げたタイのチャイヨープロダクションとの合作作品に登場するキャラクターで、こちらも残虐で容赦のない戦いぶりが特徴でした。この2体をフュージョンさせるという悪魔的発想に加えて、何気にインナースペースでの変身演出が忠実に再現されていて、普通にクオリティの高さに感心してしまうのがこのコラ画像なんですよね。なお携帯名や変身時のフレーズなどは特に設定されていないようですが、レッドマンさん、ハヌマーンさん、えぐいやつ頼みますとか自分でいろいろと考えてみるのも面白いかもしれません。なおオーブとレッドマンを組み合わせたコラ画像といえば、本作の情報解禁時のスポーツ紙の紙面を凝らしてオーブの体色を赤に塗り替え、ウルトラマンオーブならぬレッドマンオーブにしたものもありました。いや、レッドマンが42台も続いてたら子供泣くでしょう。そういえばアニメグリッドマンのオープニングのアカネちゃんの眺める窓の外にグリッドマンが現れるくだりを赤いアイツの顔アップに差し替えた、なんとも恐ろしいコラ画像もありましたね。君を退屈から救いに来たんだが、死刑宣告か何かにしか聞こえないやつ。来たのがグリッドマンでよかったですよ。ということで今回は特撮の傑作コラ画像の第4弾をお送りしました。この動画が好評であれば今後もさらに続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいネタのリクエストなどあればぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンダの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。